お、待って待って、あれ、おとととととなんか今入らなかったね。ちょっともう一回やろう。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのクチュリエさんの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍のこのスカビオサの図案を刺繍していきます。で、これまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それではよいしょ、早速作っていきましょう。じゃん、頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容はこちらの図案がもうすでに書いてある布が1枚と、完成後にできた刺繍を入れるフレーム、それから刺繍糸が今回はね4色かな、4色入っていて、まずこれが薄い渋い緑かな薄い渋い緑が3本分で、これがねその他が一緒になってるんですけど、まずピンクが3、違う、ピンクが4本分と茶色が1本で、黄緑が1本入っています。それからこれがいつも入ってる刺繍針なんですけど、今回はね2本入ってて、多分こっちの長い方が刺繍針、刺繍針で、こっちの短い方がビーズ用の針だと思います。いいね、使う針がついてきてくれるのありがたい。で、これが何に使うんだろう、ビーズ、緑色のビーズが入ってて、あとはこの図案と、あと解説が書いてある紙が1枚と、このセット内容とか刺し方が書いてある紙が1枚入ってました。なんかね、これを見るとお花の部分は多分これフレンチナッツステッチだと思うんですけど、こっちのなんか額だけになってるやつかなのところがビーズっぽく見えます。はい、じゃあ早速作っていこうかな。まずは本当はここの茎の部分から指定が入ってるんですけど、花びらのレゼーデージーステッチを先にやってしまおうかなと思います。なので花びらを最初にやります。まずは適当なところでステイトしてあげて、あ、そうだ、糸はこのピンクの3本取りでやっていきます。で、ステイトしてあげたら、ここの花びらの付け根のところから出してきて、同じところに入れる。そしたら花びらのこの先っぽの方に針を出してあげて、これを引っ掛けます。針の出してきた針の後ろに糸を引っ掛けて、よいしょ、こんな感じで引っ張ってあげます。そしたら今引っ掛かっているだけなので、これを止めるためにこの引っかかってる紐のすぐ、よいしょ、引っかかってる紐のすぐ向こう側に針を落としてあげて止めてあげる。はい、これでレゼーデージステッチ完成です。これを花びらの枚数分全部やっていってあげます。よいしょ、一つ目のお花の花びらが全部刺せました。なんかもうこの色が春っぽいよね。すごいいい感じだと思う。なのでちょっともう残り少ないけど、できるところまで刺していきたいと思います。もうめっちゃ可愛い。結構光沢があって綺麗な色してると思う、この糸。いいね、いいね。よし、じゃあこっ
ちのお花とこっちのお花もひたすら花びらをレゼレキステッチでつけていこうと思います。よし、じゃあこんな感じでレゼデイジーステッチが全部刺せました。で、ここだけまだ刺してないんですけど、ここはね、これ花びらじゃなくて額みたいで、これは緑色かな、これは黄緑色のこれかな、1本だけ入ってたこれで刺していくみたいなので、また後で刺したいと思います。そしたら次どうしようかな。次はこの茎を刺していこうかな。ここの部分を刺していこうと思います。で、この茎はこのね、たくさん入っている方の薄渋緑の2本取りでアウトラインステッチをしていきます。はい、そしたらこの薄渋緑の2本取りに持ち替えたので、茎の部分をアウトラインステッチしていこうと思います。じゃあ今ここで絡めたので、ここから行こうかな。で、ここの線が2本あるところに関しては、この間を埋めるっていう感じじゃなくて、ここを普通に線が書いてあるように2本アウトラインステッチをしていけば大丈夫だと思います。よし、じゃあまたアウトラインステッチをひたすら刺していきます。はい、じゃあここの茎の部分が全部アウトラインステッチできたので、今度はこのめしべとかおしべの真ん中の部分を刺していこうと思います。こんな風にピンクの糸2本と、あとここの茎で使った薄渋緑1本を合わせて3本取りにしたら、フレンチナッツステッチの2回巻きをしていきます。こんな感じね、真ん中ら辺から出してきて、針に2回巻いてすぐ隣に刺す。これをこの丸の分だけひたすらやっていきますが、こっちの丸の部分は後でビーズで作っていくので、今回はフレンチナッツステッチはしていかない形になります。じゃあひたすらお花の部分にフレンチナッツステッチをしていきます。はい、じゃあこんな感じでフレンチナッツステッチが全部刺せました。そしたらビーズのところをやってもいいかなと思ったんですけど、まず先に全部刺繍の部分を終わらせて、最後にビーズを刺していきたいと思います。そしたら次はこの1本しか入ってなかった黄緑の糸3本取りにして、ここの額の部分、この花びらみたいになってるのと線だけのやつ、両方とも額なんですけど、こちらを刺していこうと思います。この花びらみたいになってるところは花びらと同じレゼーデージーステッチで、で、この線だけの部分はストレートステッチでそれぞれ刺していきます。そしたらここから始めようかな。まずは1本線なのでストレートステッチ、次はレゼーデージーステッチで、で、またストレートステッチ、あれだね、ストレートステッチが挟んであるので、ストレートステッチを上から行って、で、この部分レゼーデージーステッチしたらまたここ上に来るので、次また上から下に刺してレゼーデージー、上から下ってやると一番糸の消費が節約できるんじゃないかと思います。じゃあ交互にぐるっと刺していこうと思います。よし、こんな感じで刺せました。そしたらこの今刺した糸なんですけど、
ビーズ刺繍をするときに今度は2本取りで使うので結構ね余ると思うのでこれは残しておいてください。そしたら次は茶色の2本取りに持ち替えてこの文字の部分をバックステッチで刺していきます。一目先から出て戻る、一目先から出て戻る、これを繰り返しながら文字の部分を刺繍していきます。でカーブのところは針目を細かくすると綺麗にできると思います。じゃーん、じゃあ文字も刺せたことなのでまたさっきの黄緑の今度は2本取りに持ち替えてここの部分にビーズをくっつけていきたいと思います。まずこの丸の真ん中から出してきてさっきのビーズを一粒すくって出してきた穴のすぐ隣に刺す、こんな感じで一回だと心もとないのでもう一回ビーズの穴から針を出してきて反対側からこう止めてあげます、こんな感じね。一回目こっちに刺して止めてて2回目こっちに針を入れて止めてるような形になります。見えるかな。じゃあこの丸の数だけ今と同じように刺していきます。あ、せっかくビーズ用の針があったのにそのまま刺繍用針でやっちゃった。まあいいか、とりあえず通るので刺繍用針でも一応問題なく。お、待って待って、あれ、おとととととなんか今入らなかったね。ちょっともう一回やろう。あ、やっぱりダメだ入らないからちょっと針だけ変えるか。もしかしたら糸通しが入らないかもしれないのでビーズ用の糸通し持ってる方はそっちを使った方がいいと思います。サリーはねたまたま持ってるのでビーズ用のを使いたいと思います。あれ全然入らない、はいやっぱりこのビーズ針の穴の中に2本同じ穴に2本入れるのはちょっと無理があったので1本だけ通して端っこを玉結びして止めてあります。これだったらね多分いけると思うんだ。なのでもう一回丸の真ん中から出してきてすぐ横に入れる。これちょっと逆向きになってほしいな、ビーズが。あー難しいかな、まあいいか。そしたらもう一回同じところビーズの穴に、あれさっきすんなり言ったんだけど、あ、いった。ビーズの穴に通してあげて今刺したのと反対側あたりに刺してあげて固定します。よし、これをひたすらやっていきます。はい、じゃあこんな感じで今回のスカピオサ完成です。じゃん、今回のサンプラー刺繍のスカビオサ完成しました。個人的にこの最後に刺したビーズの部分がこうやって見えるかな、少し光をやっぱりビーズだから反射してなんかね緑だけじゃなくってちょっと青っぽく見えたりとか黄色っぽく見えたりとかするところがあるのが結構お気に入りポイントです。でこのねフレンチナッツステッチのところもピンクだけじゃなくって一本あの黄緑も入っているのでそこがねランダムなマーブル柄みたいになっててそこもすごい可愛いかなと個人的には思っております。で今回ここの解説の部分も読みたいと思います。このスカビオサはピンクッションのような花をすらりとこの長い茎の先に咲かせ中心に小さい花が集まり外側の花びらが大きく広がるのがこの花の特徴ですっていうことなのでこれってちっちゃいお花なんだ。面白い。花、お花がここにあって
って、さらにここに花びらがついてるんだね。面白い。はい、そういうお花だそうです。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんとおしゃべりをしたりアドバイスを受けたりしながら、みんなで一緒に手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。またサリーのチャンネルでは毎週水曜日お昼の11時半から12時半まで手芸の生放送をしています。お時間合う方はそちらも遊びに来てくださると嬉しいです。それではまた次の花と木の実のサンプラー刺繍の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。 See you!